ランド・ノリスが、スタート信号前の動きに関してペナルティを受けることなく逃れた出来事は、F1 のジャンプスタートに関するルールの解釈と適用の面で注目を集めた。ノリスは、6番グリッドからのスタート直前に、クラッチを早く解放し、赤信号が消える前に、わずかに動き出したが、迅速に、グリッドボックス内で完全に停止した。この一連の動作は、メルセデスのジョージ・ラッセルによって、チーム目線で速やかに報告され、 スチュワードの検討事項となった。しかし、FIA のトランスポンダーによるデータ分析結果、ノリスの車がジャンプスタートしたとは認定されなかった。F1 の規則には、ジャンプスタートの判定を、トランスポンダーによるデータに依存することが明記されており、このデータが、ノリスの車が規定を超えた動きをしたと示さなかったため、彼にペナルティは課されなかった。スチュワードは、ビデオ映像とポジショニングシステムのデータを検討した後、 ノリスの動きが限定的であり、許容範囲内であると判断した。ノリスは、この事象について混乱を感じていたようで、発生したことの全貌を把握するのに苦労している様子だった。彼は、何が起こったのかわからないと述べ、スタートで得たとされる利益が実際にはなかったことを強調した。この事例は、F1 で、以前にもジャンプスタートが疑われたが、ペナルティを逃れたケースがあることと合致する。過去には、 バルテリ・ボッタスやセバスチャン・ベッテルも同様の状況でペナルティを受けなかった事例がある。ノリスのこの事象はレース序盤の戦略選択と合わさり彼のレース展開に影響を与えた。初期のセーフティカー出動時にピットインせずにコース上に留まる選択はチームメイトとの戦略を分けることになったが最終的にはこの選択が報われずノリスは8位でレースを終えた。この一連の出来事は ノリスにとって教訓となるとともに、F1 のレギュレーションとその適用についての議論を呼び起こすきっかけとなった。コメント、ランド・ノリスがスタート信号前の動きに関してペナルティを受けることなく逃れた出来事は、F1 のジャンプスタートに関するルールの解釈と適用の面で注目を集めたという記事です。FIA のトランスポンダーによるデータ分析結果、ノリスの車がジャンプスタートしたとは認定されなかった。個人的には こういう玉虫色の判断が問題を大きくすると思います。スタート前に動いたら目視でもアウト。トランスポンダーの故障もありますよ。と思いますが。